どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということでございまして、今回は収録でございます。この方に登場していただきましょう。アナゴくん。どうも、アナゴちゃんです。ブルルル。今から一緒に収録しないか。収録会、ちょっくら行こうかね。はい、ということでございまして、星ドラ会の寄稿者、よたろしこと、アナゴさんの登場でございます。アナゴさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、マルベリーと、よたろのコラボ第3弾放送ということで、もう今前編を収録してきたということで、そういうことですね。今から後編というね、流れになっておりますが、もういきなり続きということで、はい、アナゴさんの方で参戦やって、はい、決勝の方をね、で、うちの方でも参戦やるということなので、4回戦目から早速ね、やっていこうかなと思いますんで、はい、アナゴさん、準備のほど。はぁ、あ、ドキドキする。頑張りましょう。強いのもう使っちゃったからね、アナゴちゃん。いやー、と思うじゃないですか。まだまだいますよ。まだあるんだね。大丈夫ですよ。じゃあちょっとね、今の前編の下りをぜひね、概要欄の方の URL から見ていただければと思いますが、今からちょっと選定タイムに入りますんでね。さあさあ、アナゴさん、はい、行きましょう、我々は。選定タイムへ、レッツゴーです。はい、はい、行きましょう。決まりました。お、決まってる、はい、早いな。俺今回選定してないぞまだ。さあ、ということでアナゴさん、もう選定タイムの方が終了しまして、今からお互いにその対象の本戦を勝ち上がった人の画像を共有して戦いを我々は行っていくと。今からもう前編でも言いましたけど、我々戦いですからね、アナゴさん。そうですよ、本気ですよ。こっちも行くぞ。準備はいいか。では4戦目、一発目の対戦相手はこいつだ。いけー。さあ、誰が来た。うおここでちょっと説明がいる相手が来たぞ。そうですね、ちょっとこれも切り込んでおりましょう。後半も一発目ですね。なるほどね、後半一発目でこういう切り込み方をしてきたか、今回対戦相手私の方の方を説明する前に、アナゴさんが今回出したジンさんという方、はいはい、ジンさん、ちょっと説明が必要なんですが、マルベル枠だけ敗者復活戦を設けなければいけないという人数調整が必要になってしまったため、はいはいはい、で予選の方で無効試合があったんですよね、うん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 、でそのため、まあ、こういう対応したということなんですけど、はい、アナゴさんの方は決戦5戦してるわけですよね。そうですね、5戦してます。でうちはその敗者復活も含めて人数調整もろもろしなきゃいけなかったから7戦してるわけですよ、うんうんうん、だから本来は 5-5 でやるつもりが 5-7 で割り振って 6-6 にしなければいけないと。はい、そういうことでございます。ということで今回は敗者復活で勝ち上がったジンさんがマルベリ枠のスパイとして、敗者復活で勝ち上がったのがなんとアナゴ枠のカードとして登場していただいたということで、その説明だけは私の方からさせていただいて、まあ、詳細については、はい、まあ、アナゴさんがね、前編みたいなさ、思い入れがうちの枠で出た人だから難しいと思うけど。いや、もう大丈夫です。人生も思い入れしかないですからね。あ、オッケーオッケー。じゃあ、まずは、今回に関してはちょっと私の方から先に。承知しました。はい。今回はね、アゲハさんがね。アゲハさん。はい。うちのカードで出てきましたが、これは4戦目、本戦4戦目の勝ち上がりをしていただいた方で、4戦目は237票、そのうち 40% を確保してくれました。でね、私もですよ、これ1戦目になぜアゲハさんかというところなんですけど、この4戦目がね、とんでもない群雄割拠だったのよ。ほう、なるほど。ね、にゃん太郎さんっていう方とハエリンさんっていう方とユータさんっていう方がいたんだけど、はい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 、この3人ってね、予選でもうかなり強い勝ち方をした人たちだったのね。ほうほう、なるほど。言ったらアゲハさんは妥当な勝ち方だったの、うん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 、なのにもかかわらずその人たち全員決定アゲハさんが勝ったのすごいっすね。いやー、わかんないな。そうなんだ。そう、わかんないんだよ。それで勝ち上がってきたということで、まあその勢いにあやかってね、決勝後半の1戦目にね、流れを持ってきていただきたいということで、私はこのコーディネートにね、まあ何が単強かったかなっていうところなんだけど、このリボンだと思うんだよね。間違いない、うん、リボンアクセントが全てを物語っているという、ね、確かにこれ色の配色もいいですね。まとまっててすごい綺麗です ね、うん、だからどっちかというと綺麗にまとめてきてるやつ、うんうん、なんだけどこれさ、体下がね、これね、スイカのパンツになってる、うん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 、これもね、やっぱこのスイカパンツにこのリボンアクセント、俺がね、やっぱなんか刺さったんだろうね、刺さる層に。なるほど、確かに、まあスイカパンツにこのリボンはちょっとずるいですね、うん、確かに、ね、必殺感あるよね、まあ、確かに必殺ですよね、という感じでございました、こちらはね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ私のマルビンさんの方からね、はい、あの勝ち上がってきていただいて、うちの方に参戦していただいたジンさん、スパイが来たぞ、スパイが。いやー、このスパイと思うじゃないですか、もうね、ちょっとスパイなんですけど。ただこのジンさんね、本
当におしゃれなんですよ。そう、ね、あのちょっとこれ、まあ、多分丸紅さんもね、あのちょっとおっしゃった人、マデサゴーラでも下合わせるのって同じマデサゴーラで合わせないとみたいなところ、多分ちょっとそうよ、違うやつで合わせてるね。めっちゃそうなんです、セクシーなんですよ、しかもしかもセクシー。そう、これを合わせることによって、この上のマデサゴーラの両手がなんかちょっと別な意味でセクシーですよ。いや、確かにね、そう言われてみたら、そうやって隠してるんだっていうこの感覚になっちゃう。そっちかいそうそうそう、この下にこれ合わせることによって上の見え方も変わるっていう、この何よりもアクセント、やっぱこれ私はもうね、この鼻です。赤鼻、赤鼻で口元が隠れてるがゆえにまたセクシー。俺ね、一個分かった、鼻の鼻で溜まってるってことだね。復旧まだこれ。ちなみに陣さんの方はさ、投票率とかうちの方で、ね、はい、紹介ですけど、最終戦7試合目だったっていうこともあって、ちょっと投票率がね一番最後だったから、ちょっと他のものと投票率落ちちゃって171票で 35% でね、ここ僅差だったわ。これ敗者復活でね、なんとね、この陣さん、私が押してたんですよ。いいんですか、丸部さん押してた方。いやだからね、アナゴさんに裏ではさ、いやぶっちゃけ俺この人は渡したくないんだけどさ、敗者復活で上がっちゃったからさ、それをうちでなんか使ったら、なんかうちに都合いいようにやってんじゃんみたいにあれしちゃうから、この人を穴子枠にちょっと渡すことで、申し訳ね、穴子枠の人は敗者復活も受けられなかったけどっていうね、で渡したぐらい俺もカードとして使いたかった、このジンさんを。たまほんとちょっとめちゃめちゃ強いのいただいちゃって、すいません、なんか。いやこれはね強かったということで、まあそれに対してモサ対策丸を持ったアゲハさんだから、モサを潰すにはアゲハだっていう。モサ対策丸パープルですパープルモンスター対策20丸ついてるから、うちの中にということで、決勝後半の1戦目なんで、合計4試合目ですかね、はい、の対戦はアゲハさんとジンさんの対戦ということで、本戦と同じように今回もコミュニティでアンケート、この2人のね対決アンケートが上がるので、はい、そのアンケートに対して投票していただくというスタイルで、皆さんの評価を得て、で勝者が決まり、でその勝者がおのおのグループの中で、まあ、マルベリ軍何人とかアナゴ軍何人とかって勝ち上がった、その総数で対決という形になりますから、はいはい、ぜひ今回も皆さんの投票をお待ちしております。ぜひお願いいたします、投票の方。ということで決勝の第5戦目、後半においての2戦目、はい、選定タイム、アナゴさん、はい、行きましょう、はい、さあということでアナゴさん、選定タイムを完了し、お互いもう残すとこ2人、どっちを使うかっていうところまで来てますから、いわば副将戦ですよ。いや怖いな、はい、ここまで来ればね、はい、もうあとは力と力のぶつかり合い見せていきましょうよ。やっていきましょう、一斉にね、お互いの候補選定した人たちを共有していきたいと思います。はい、行きますよ、行きますよ。次はこいつだ、こいつだ、逃げだーだーん、うわー来た、こいつか、ね、こいつが来たか、なるほどなるほどね。今回アナゴさんが共有してくれたのは魔王の使いさん、使いさんでございます。さっきと同じような流れなんだけど、まあ使いさんはねどっちかというといろんな放送にね本当に協力的にやってくれてるからね、はい、それに対してうちは三重太郎さん、はい、今回はちょっと先行したアナゴさんの方からプレゼンお願いしますよ。はい、あの魔王の使いさん、ちょっと、まあ、もし知らない方もいらっしゃったら、一応ちょっと簡単なお話をすると、まあ、うん、モンスター闘技場でねめちゃめちゃ強い使いだけに、ね、魔王の使いさん、うん、で今回ですね、あのうちの投票で総投票数181票ということで、一応グループでいうとグループ4で、まあ、勝ち抜かれた方なんですけども、はい、そうですね、181票中なんとパーセンテージで魔王の使いさん 51%、 うわ強い、半分以上魔王の使いさんに入ってるっていう、前編のミキミキさんと同じだ。いやもうめちゃめちゃ強いですね本当、はい、これ見るともう確かにナノ見た目です。紫でこう統一感を出していただいてるんですけども、はい、何よりもですね、マスクでこうちゃんと黒でねお目目を隠しつつのこの大砲ドンですね、うん、まあ、大砲との黒を揃える、上に重みを置くみたいな感じだね。でまたこの立ち方がこのオルゴデミラですね、この下、はい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 、このまた衣装と合ってるんですよ、立ち方が。なるほどね、ジョジョ立ち感ね、ジョジョ立ち感、あジョジョ立ち感出てますね、ゴゴ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 ゴだね、演出入れとくかお願いします。強力な魔王の使いさん、名実ともに素晴らしい。確かに人気票も集まっただろうしね、間違いないと思います。これはもうまた今回も行かせてもらいます。いやーうちも負けてません今回三重太郎さんすごいんだ、また第3試合のメンツも、うちの本戦の方ね、はいはい、314票中 37%。 今回はね、なんでこの 37% なのかというと、このグループはね、はい、死のグループでね、死のグループ、はい、対戦相手にねフーフーさん、あの攻略動画で有名な、はい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 、フーフーさんと、あとダンテさんっていう方、この人もミラティブの配信とかやってる人なんだよね。おーなるほど、はいはい、で配信とかやってないんだけど、
マコピさんっていう人もいてっていうね、はいはいはい、うん、言ったらさ、もうそのコーディネートは別として、そのプレイヤーに対する人気が集まる、てかフーフーさんに勝ってんだから、三枝太郎さんは。これすごいですね、 YouTuber は結構そうよ、YouTube の中のサイコさんガチ攻略勢のフーフーさんに勝ったんだから、三枝太郎さんはこれ。確かに、これは うちの副賞にふさわしいでしょ。間違いないですね。あーすごい、フーフーさんを倒してきたというこの鬼コーデですよ。いやー、これ鬼ちゃんですか、これ。そう、赤鬼ちゃん、つまり第3試合のテーマね、うん、ワニマのやってみようは au の鬼ちゃんから連想して曲を選定したんですけど、マコピさんもなんか鬼嫁っぽいファッションだったんでね。なるほど、うん、で三枝太郎さんも赤鬼じゃん、うん、でフーフーさんはもう攻略の鬼やん。そっちの鬼なんだ。なるほど、鬼ばっかいたからさ。その選定だったんだけど、まあその鬼曲のもう代表と言ってもいいぐらい、この三枝太郎さんのこと。なるほどなるほど、これ鬼要素はないのに鬼に見えるっていうさ、うん、確かに確かに、うん、鬼要素確かにないですね。ないね、いつも入ってないから。これ赤鬼ファッションだよって言われたらさ、おおって思うんだけど、うん、でもよく見たら鬼要素一個もない、にもかかわらず赤鬼に見えるんだよ。つまりはこれコーディネートっていうのは、一個一個の具体的なパーツによって印象を与えるんではなく、トータルコーディネートでその良さを見せるっていうね。はい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 、そのトータルコーディネートバランスに優れた。なるほどな、これはね強いですよ。一個一個見るとね、確かに全然鬼要素ないんですけど、こうトータルで見ると鬼ですもんね。鬼なんだよ、ね、うちの赤鬼見えたろうがね、魔王の使いをバシンとね、このハンマーでぺっちゃんこにしてやりますよ。いや、もう近づかせないですから、コンボキャラでバンバン打ってたら。そんな大砲ね、うちには羽がついてるんですよ、見えたろうさんに。ピューンって飛んでてね、こっちもついてるから、こっちもついてるからね。いや、そっちの羽だってもうボロボロだもん。飛行能力うちの方が高いよ絶対。見た目の問題ですよ、それ。どんな対決してんだよ。子供の喧嘩みたいな。ということで、決勝戦5試合目、後半の2戦目、三枝太郎さんと魔王くんの使いさんの対戦ということで、皆さんの投票をぜひともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ついにここで我々のラストの勝負が、まあ、もう要は一番強いカード残してるってことだよね。俺らはお待たせしすぎました。もうお待たせしすぎたのかもしれません。本当に最後はもう選定タイムなしでズバッと、そうですね、対象同士をぶつけるという準備はよろしいですか。バッチリでございます。よし、行くぞ。それでは最終戦、決勝戦ラスト、トータル6試合目、後半3試合目でございますが、対象はこいつだ。いきましょう。いや、ダダン。おお、お互いなんか、はいはいはい、これぞっていうの出してきたね。なるほどっすね。なるほどっすね。はい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 。なるほど。じゃあちょっと、まあ一旦じゃあ私からちょっとご説明させてあげましょうか。こちら、はい、お願いします。こちら星ドラマーさん、星ドラマーマイチンっていう名前で、あのドラムをねこう叩いたりとか歌を歌ったりとかっていう、結構ショート動画みたいなのをこう X 上で上げてらっしゃる方なんですけど、そうですよね、この方ですね、こういろんなこう要素がここに全て入ってるんですよ。それ全部説明していきたいと思うんですけど、どうぞどうぞ。今回ちょっとグループ2というところで、星ドラマーさん勝ち上がりました。でうちのその総投票数が186票のうち、はい、41%。 おー、41%、結構な投票数もいただいておりましてですね、うん、この星ドラマー、まず名前ですね、通常星ドラマーなんです。ドラム叩いてる。なるほどな。トラにしてます。はい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 、勝つですよ。阪神優勝あったしね。そういうこと。あー、言っちゃった。そういうこと。阪神優勝にかかっちゃってます、ここ。なるほどね。でここでもうボンボンでこう応援してますから、もうこれもう阪神の応援をしてあげながらの、実はよく見るとね、これお目目落書きされてます。あー、ほんとだ。ダルマみたいなこと、まさか。そういうこと。うーわ、すげえ。それでこのハロウィンに登場したらもう最高に盛り上がっちゃいます。もう阪神優勝してるし、やばすぎだろこれ、ね、うちの最強の、もう今まさに今年38年ぶりに優勝した阪神を背負ってきてますね。いや、強すぎだろ。いろんな要素これ。というプレゼンです。いや、いいプレゼンだな。まずさ、これさ、相当強いのがさ、星ドラマーさんってさ、俺、はい、名前は伺ったことあったんだけど、あ、はい、ちょうどさ、うちもショート今いっぱい上げてて、マルチ履歴のメニュー機能紹介みたいなの出したんですよ。で、その時にたまたま野良で会った人を参考例として出して、こういう風にフレンド登録できるよっていう風にやった動画だったんだよね。で、それがたまたま星ドラマーさんだったの。へー、そうなんですか。そう。で、そこで動画で使ってくれてありがとうございましたって連絡が来てさ、あーみたいな、すんませんみたいな。俺ミラティブで収録してたからさ、はい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 、ミラティブのリスナーさんだと思ってたのよ。星ドラマさんってあの聞いたことあったみたいな、
で後々気づいたっていうさ。そういう、うん、そうですよ、そういう経緯もあるからさ、その星ドラマさん SNS の方での人気もあるだろうしさ、阪神なんて今一番ホットワードでさ、で甘えのトラマーにかけて、そうなんですよ、トラコスプで応援、そしてダルマ要素、何それ勝てる見込みないじゃんと思いきやだよ。あれそんなことはないんだ。うちの大将を紹介しようじゃないか。ローラさんなんですね、これはね、もう今回のショート動画、はい、本戦ショート動画はもうちょっと前代未聞の企画だったから、前代未聞のショートを作ってやったわけですよ。はい、とんでもないお立ち台みたいなさ、携帯画面がもうお立ち台みたいになってるようなショート動画をね、作ったんですけど、それの一発目ですよ、はいはい、第一戦、本戦第一試合目です、はい、つまりは何かというとね、このショート動画作るのに、よったらもう外部から委託あって、商材として納品できるまでの処理を入れたんですよ。やばいクオリティだな。一応私あの IT 関連のお仕事っていうかね、あれをしてるもんで、まあ、映像系もね受けるんですよ。で、だけどさ、自分の YouTube でさすがにさ、仕事レベルの処理とかさ入れたくないわけよね、めんどくさいからさ。なるほど例えばあのマルベルチャンネルのトップのアニメーションロゴとか、あれとか作るのは商用レベルの時間と技術使って作るみたいなことを必要になるけど、それ以外のものに関してはさ、もうパパッとできるようなレベルでやるんだけど、今回のショートはマジで商用レベルの処理入れたから、力の入り具合が違います。そう、それの1本目、つまり他のやつはテンプレートでやっていけるけど、はい、1本目はマジゼロから作っていくっていう意味でさ、一番時間かけたところに一発目に入れた人の中の勝者なわけですよ、まずはローラタンはね。なるほどで、投票数ですよ、驚異の369票、はい、めちゃめちゃ投票されてる、やばいでしょこの投票数。この投票数もまず1本目を最初に上げて、こういう風にやってきますよっていう例でやるっていうのと、その投票の仕方っていうのを生放送でこういう風にやるからっていう題材としても使ったっていうのもあるから、多分ここに集まったんだよね。なるほど。で、それをしかも俺生放送で2回やってるからさ、で他のやつの動画の最後にはその投票の仕方みたいなさやつも入れてあるんですよ。その投票の仕方の例の中にも1戦目のやつが全部入ってるから、それも相まって369票。そのうちだよ、これ369票のうち、うちの大将ローラタンは 51% うちも取ってます。半分取ってる。しかもね、369票の 51% だからね、180票ぐらい取ってるんですね。180票ぐらい集まってるってことだよこれ。俺的なセンスとしてはもっとね、この人の方がいいなと思う人たちがいたけども、俺が大将にね最終的に選出した選出理由、みんなが一番投票してる数が一番多いやつを俺は最後の大将にした。なるほど。もうじゃあ民主主義のもう総集みたいなところですね。そうよ、民主主義の集大成がここに集まってるわけよ、ローラタンに。結局ローラタンがみんな好きなんだよ。そういうことか。ローラだよーってやってるのが一番いいんだよ結局は。いや可愛いもんな、確かに。このもうピンクで、これがもうだから言葉はいらないってことですよ。いやー確かに、うん、これがうちの勝ち筋ですってことです。なるほど。数字が表してますからね。数字がね物語ってるから。なるほど。その数字を言えばもうね、コーディネートとしてはさ、どっちかというとセットアップだけどさ、セットアップでもレベル高いっていうさ、これは逆に言うと星ドラのクオリティが高すぎるっていう。確かにこれモガマルのこれ耳ですよね、多分これね。そうだね、耳はね別個で、この違和感も一切ない。一切ないんだよねこれね。このステッキにも耳ついてんだけどさ。本当だ、このステッキとの耳の連動性。そうで、このピンクの髪は多分エンジェルなんたらみたいのとは別のやつなんだよね多分ね。これなんか浮きちゃんっぽい感じですもんね。まあ確かに浮きちゃん感あるね、これ。浮きちゃんのねベースコスチュームにしてもらってもいいぐらいな。確かに浮きちゃんヘア、ね、うん、だからみんなもうなんか そういうのが好きなんだよ星ドラミンは。だから俺の勝ちだ。俺は勝った。ね、星ドラマーさんもちょっといろいろ。まあ確かにな。いや星ドラマーも強いからな。ちょっとなんかそのバックボーン背景に負けそうだよな。そんなバックボーン背景なかったらもう絶対無二の数字を持ってるんだけど、うちのローラさんは。お互いバックボーンですよ。それ言うか。ということでね、決勝戦、大将戦はローラさんと星ドラマーさんの対戦ということで、はい、こちらも東京に上がります。つまり合計で穴子さんの方の枠のコミュニティに追加で3つのアンケートで、うちにも3つのアンケートが上がり、それぞれ動画は1本ずつで今回はまとまりますと、はい、これでね一応全部のエントリーが完了して、じゃああとは投票次第で決勝戦ありがとうございましたって終わるわけないじゃないですか、アナゴさん。そんなことないですよね。せっかくコラボしてるんですから。そんなコラボでね、ただ単にやることこなして終わるなんてね、もうつまんない人がやることですよ。
すまんない人さあここで最後の隠しコンテンツ用意しております。エキシビジョンマッチでございます。来ましたよ。このエキシビジョンマッチ説明させていただきましょう、はい、説明しよう、はい、今回のエントリー6000勝敗に影響する部分ですね、応募していただいた160名、まあ実際には180名応募いただいてるんですけど、その中から勝ち上がってきた方たちの勝敗で基本的に我々の対戦は決まりますと。だから最大4対2とか5対1なのかね、6対0になるかもしれない。そうなった場合は偏った方のまあ単純に勝利と。ただ3対3になったら引き分けもあり得ると。そういうこと、ね、平和村になるかもしれない。ただこのエキシビジョンマッチは勝利には一切関係ありません。一切関係ないんですが、お互いのプライドと我々1対1の戦いではないんですよ。お、どういうことですか。エキシビジョンマッチには星ドラの女将ペンザルことムトゥーピー、ムトゥーピー、ムトゥーピーがですね、放送中に一応入ってくれたんですよ。コーディネーションでね、コーディネートして三つどもえ戦です。わー、最後のエキシビジョンマッチは三つどもえ戦で、私とアナゴさんとムトゥーさんのファッション対決投票を皆さんに行っていただきましょうと。わーお。これで実質何が決まるかって、まあ、星ドラの中で一番影響力のある実行権だね。じゃあムトゥーピーですよそれ僕らが勝ったとしてもムトゥーピーです。そう、それを俺らはこの投票でね覆すっていうぐらいの勢いでねやんなきゃいけないという、そういうエキシビジョンマッチをねちょっと開催しようかなと思ってます。でさ、はいはい、今からさっきまでは選定タイムだったんですけど、はいはい、コーディネーション作ってますアナコさん。ちょっと今ね、あの喋りながらやってたんですけど。やってたんかい、うん、まあこれでいこうかなっていうちょっと感じ今出てますね、うん、俺さ、これまず考えるとこから始まるんだけどあ、まあゼロベース、ゼロベース、ゼロベースなんだよね。これ一応さ、ちょっとさ、エキシビジョンマッチはさ、ちゃんとハロウィンにしよう、ちゃんとハロウィンにしましょう、うん、一応今回テーマはハロウィンだけど、もう期間も終わってたし、はいはい、正直ネタ見た目でも良かったし、まあ星トラマーさんみたいなそのコスプレ仮想的な、ローラタンもそうだよね、仮想的な要素で広く含めてハロウィンみたいな感じだったけど、はいはい、じゃなくてちゃんと、あ、もう誰が見てももうこれハロウィンだねっていう。なるほど、まあ、じゃあちゃんとハロウィンのコスプレだと、まあ誰が見ても分かるようにすると。そうだね、もう準備 OK、 もう準備できたの。ちょっと早すぎるって俺マジでゼロからベースなんだけどよし、もう俺はこれでいくかなって。もうちょっと時間ないからさ、俺今作ったやつだからさ、自分らしさ出せてるかって言われたらね、ダメです。マルクさん、そのなんか負けた時のなんかあの言い訳みたいになってるけどダメです。いや、それつけ出してくれよマジで。今の今マジで考え出して、今の今目についたものをもうこれとこれとこれでいいやみたいな感じでセットアップしてんだから、考えさせてくれよって感じよ正直。それずるいわマジで、準備時間が違うもん。いや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 、そんなにずっとやってませんよ別に俺だって今の今始めたのに。いや、これ強いだろマジで。これ結局みんなこういうの好きなんだよこれ、うわ強いよこれ、強い強い、これは強いだろ。あ、来たこれ、う、来たわこれ、勝った期待値めちゃめちゃ上がってますけど大丈夫ですか。これ勝ったぞマジで、見せたるわ。さあ勝負だ、エキシビジョンマッチ、マルベリ対アナゴ、そしてテンザルの夢のドリームマッチさあ勝負だちょっと待って待って、どういうことこれ、なんかお芋みたいになってますけど、マルベリじゃがいもみたいになってますよ。ヨタル君、俺はなんて言いましたエキシビジョンマッチやるにあたって、さんざんちゃんとハロウィンにしようって言いましたよ ね、 全然ハロウィンになってないですけど、じゃがいもかと思いましたよ俺逆にどうやってこのプレートしたのっていう。さあ俺らの対決はもうこれでいくよ。なんかみんなとはさ同じように時間かけてやっていいもん作っても、ね、配信者なんだから面白くないですから。俺らは今作ったからね、今作ったコーデで勝負ということで、まずはヨタル君の見ていきましょうか。はい、見てください。この感じって言ってもなんかちゃんとなんかまとめようとしてる感があるな。これね、あの結構こだわってるんですよ実は。おー、じゃあ聞こうか。いいですか、はい、まずあの、ね、まあ、かぶって前のゴースト君が頭かぶってるんですけど、はいはいはい、これ可愛いんですけど、はい、ここにですねゴースト君モガマルの耳ついてます。これ確かにね、気づいてますよ。そうですよ、で T シャツモガマルなんですよこれ。はいはい、気づいてますよ。で後ろ向くと当然これモガマルのリュックなんで、これモガマルがまあちょっと映ってるんですけど、はいはい、気づいてますよ、わかりますよこれかつですね、あの、はい、ゴースト君かぶってる帽子の色これ紫なんですよ。はいはいはい、でこの持ってる玉紫です、この、はいはいはい、そして私の下半身見てください、オレンジ色なんですね、はいはいはい、これゴースト君のこの色とこの実は私のこのコーディネートまた紫とオレンジで合わせてきてる。なるほどな、完全なこのトータルコーディネートの、ハロウィンですね。大したことねえな、なんでよ大したことねえな俺のファッション見ろよこれ、すげえだろこれ、あと1個言ってて、これハロウィンじゃない、はい、これ
仮想パーティーじゃないですか、これ。ハロウィンじゃないだと思い出してくれよ。ここで俺はなぜこのチョイスをしたか。あなたね、前半戦の動画で顔の数勝負俺に仕掛けてきたじゃないか。そこに戻るんだ。前半の動画見たら分かるかな、アナゴ君。これが配信者としての腕の違いだよ。これもう今の今リアルタイムでね、前編の方見てもらったら分かるけど、その下り全然拾えなくてね、流れちゃってるんです。それを最後の最後で回収するからオチがつくんですよ、アナゴさん。分かります？いや、これまさかキングギドラで顔の回収してくると思わなかった。それですよ。ただ単にね、いろんな顔つけても面白くないんですよ。これよく見てください。まずね、武器、黄金竜爪で、これ竜です。爪でまずね、竜がいますよ。確かにいる。そして盾見てください。盾ね、マスドラで竜です。確かに竜だな、竜です、はい。そしてこのゴジラコラボね、みんなは知らないゴジラコラボの時に来た、何年前ですこれ。キングヒドラのもう両翼にね、2個です。これでね、アナゴさんの顔の数勝負4個って言ってましたね、はいはいはい、もう4個超えました、一番頭見てください。さらにマスドラ乗ってます。はい、いらっしゃいます、はい、5個です、はい、全部このゴールドで染まって、そしてこのボッテリ感があるから、この頭をね、このマスドラの巣みたいな感じでさ、ワープロにしてるわけですよ。なるほどなるほど。そしてマルベリといえば、この昔よく使ってたバランのあれですよ。これあるな、はい、これがあることで顔自体ももうドラゴン演出してるわけですね。なるほど、顔の両勝負に戻ってるんだ。そう、顔をね、あの当時の時の再現し、この、でもただヒゲ生やしては面白くないからさ、ちょっと虎のマスクだけども、これとセットで自分の顔自体もドラゴンに演出してるわけですよ。なるほど、そういうことか。だから実質1,2,3,4,5,6個ドラゴンの顔。そしてこのゲームのタイトル何ですか？このゲームの星のドラゴンクエスト。はい、ドラゴンなんですよ結局は。いや、そんなこと言ったら。そしてね、星ってね、地球上から見たらどんな色に見えますか？キラ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 光ってますよね、金色に。つまり星のドラゴンクエストをこれを再現したわけですよ。これで星ドラって言ったらね、なんか青っぽいね、ファッションコーデでそれを再現するなんていうね、表現方法をね、みんな思いつくかもしれないけど、俺は違うから、もうドラゴンドラゴンドラゴンって星をね、金で再現するという。そして武器とね、こう盾だけちゃんと青光りしてるっていう、この自分の目の色との再現性ですよ。確かに合ってる。確かに確かに、全てのトータルコーディネートと、これがまさにもうハロウィンにふさわしい星のドラゴンクエストファッションです。ハロウィンですかこれ。ハロウィン仮想パーティーじゃなくて。いや、それはもう要は鉄板のね、盛大な前振りってやつですよ。ちゃんとしたやつで勝負だよって言って、ハロウィンじゃないの持ってくるっていう、ね、綺麗にまとめてきちゃった俺普通に。ダメダメ、その分かってないな、まだ配信のこと。いや、勉強になりますこれ。さあ、これにセンタルさん、はいはい、センタルさんですね、ムとビーの3人の映像がもう流れてると思うので、それの対戦ですよ。いや、楽しみだな、どうなるんだ。俺勝っただろ、どう見たって。これ、いや、ぜひ私に投票してください。もうハロウィンです、僕のテーマは。俺の勝ちだよ、もうザ・星ドラだよこれが。顔の数勝負は結構やっぱあれですね。確かに今俺も今数えてましたけど、ないな、3個しかない。すごいだろ。これをさ、今考えて作って、今回の収録の下りとかさ、はいはい、ね、星ドラとの絡みとかさ、はい、30の伏線回収と仕掛けをしてくるって、この短時間じゃできないよ。いや、でも本当すごい、本当にさすがミスター星ドラだと思いますよ。これは恐れ入りました。でしょ、もう投票取るまでもないけど、まあね、一応投票取ろうかな。これで惨敗したらマジで大爆笑だよな。あの、仮想パーティーじゃねえかっていうコメントいっぱいお待ちしてます。確かに。たくさんのコメント、そして投票のほどお待ちしております、はい、ということで、皆さんもね、ムトゥーさんも参加してくれたアナゴコラボファッションショー、ついにこれで全てのコンテンツを消化したと、いやー、お疲れ様でございました。やりきりました。これであとは最終的な投票結果を、なんと今週の11月の11日土曜日ですか、アナゴさんの方の放送だけ開いて、もうとにかく私の放送を見てくれる人たちにちょっと声掛けして、はい、全員で乗り込みますから。いやー、ありがとうございます、お待ちしております。そう、唯一の心残りが、その当日の放送の目標ね、アナゴさんの放送200人をちょっと目標にしてたんだけど、はいはいはい、それだけ達成できなかったからさ、是が非でもそれを達成させに行きたいっていう。ありがとうございます。それさえやればマジで全てを消化しきったってことになるんで。いやー、本当にありがとうございます。もう何か何まで、そこで発表しましょうよ、はい、最速発表はアナゴ放送11月11日、はい、111でね、ナンバーワンを決めるっていう。いやー、素晴らしい、すごいね。どんだけ伏線回収していくんでしょうか。あとはもう話すことはないですよ、皆さんもね。やりきりましたね。そう、見てる側ももうお腹いっぱいだ、本当に。確かに、腹12分目ぐらいまで食べきったと思いますんでね。
はい、楽しんでいただいて、保守とモチベーションにつなげていただければと、はい、お互いのさ、感想みたいなのさ、アナゴさんの前編の方でちょっと言っちゃってるからさ、まあ、最後一言ずつぐらいでね、締めにしましょう、はい、お願いします。めちゃめちゃ大変だったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったです、ね、ありがとうございました。ありがとう。それで終わりかい。あ、もうちょっと言って、もうちょっと言って。いやいいよ。僕もこれでまたモチベーション上がりましたから、見た目またね、これから断ってやっていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。私からは一言、今だからできることをもう一回みんなね考えようぜ。できない理由をね考えるんじゃないんですよ。できる理由を考えましょう。みんなで今こそ一致団結するとき、みんなの協力が欲しいな俺は、はい、私たち二人で旗振るぞ。今まではさ、アナゴさん旗振りやってもらわないと困るわってずっと言ってたけど、俺も旗振るから、また。あ、よかったよかったよかった。俺も振るけど、俺一人で振るのはもう無理だから、やっぱり全力でも一緒に振りましょうよ。そう、俺らが旗振ろう。旗振り頑張りますんで、皆さんも当事者となってね、一緒に盛り上げていければなと。ということで、締めです。終わりです、はいはい、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。アナゴさんの締めの挨拶まで、3322111 GO! またね、ブルル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